どうも、コウスケです。今日の動画はですね、キャンピングトレーラー持ってる方は絶対に、持ってた方がいいサイドオーニングテントっていうのがあるんですけども、それを持たなきゃいけない3つのね理由をですねご説明していきたいと思います。まずはね、設営から始まります。もう夕方5時近くて、はい、寒いじゃあやっていきましょう、雄大くん。はい、いきます。せーの、はい、ということで完成いたしました。こちらがですね、キャンピングトレーラーに、接続できるサイドオーニングテントでございます。で、撮ってたんだ。撮って撮ってるよで、このサイドオーニングテントっていうのはですね、ヨーロッパではキャンピングトレーラー、ヨーロピアンのね需要すごい多いので、こういうテントがあるんですけれども、日本だとねないです。なんでこれはイギリスから、輸入したもので、最近だとね結構多く使われてるんじゃないのかなっていう、そういうねインスタとかだったり動画を見たりします。でこちらが、イギリスのですねカンパっていうブランドのですねエイスエア400という、モデルでございます。これ気になる方、概要欄にねボンが買ったサイト貼っておきますので、ぜひねそこから輸入できますので、見ていただけたら嬉しいかなと思います。でキャンピングトレーラーの作り方とかも概要欄にねもう2年ぐらい前かな作ったのがありますので、そちらをね参考にしていただければ、どういうふうに組み立てるのかなっていうのが分かると思いますので、見ていただけたらいいかなと思います。で今回はですね、もうキャンピングトレーラー持ってる人だったらまあねサイドオーニングテント知ってるよっていう方いらっしゃると思うんですけれども、まあ初めて見たとかね、こういうのがあるんだって言った人に、ね、どういう機能があるかっていうのをね一回説明してから、なんでこれがなきゃいけないのかなっていうことを、お伝えできたらいいかなと思います。はい、なので、今からですね、これがどういうものなのか、やっていきましょう。はい横から見るとですね、まあ、こんな感じ、かなりね分厚くなってます。はい、今日ねすごい富士山めっちゃ綺麗なんです。真っ白ですね。あ、いいですね今こちらボンがね、僕たちがですね作ろうとしているビーアゲンビレッジという RV 専用のキャンプ場でございます。まだオープンはしてないんですけども、それも概要欄貼っておきますので、はい、見てください。はい、で、このねサイドオーニングテントの特徴ですね、ヨーロピアンのトレーラーだったら絶対にこういうねレールがついてるんですけれども、それに、はいはい、レールに通るチューブがあるので、そこを入れていく、はい、ということになるので、もう完全なるドッキング、もう離れていないということで、はい、雨の吹き込みだったりとか風の吹き込みとかっていうのが、まあ、すごく少ないテントですということですね。はい、はい、であとこれはエアーでできているので、もう設営もめちゃくちゃ早いよね。早いですね。10分ぐらい、そうですね、10分ぐらいで、10分かかんないか、5分ぐらいで本当に立ち上がっちゃうものですね。うん、そうですね。で、フレームもんじゃないので、まあ、こうボーンって曲がったとしても折れたりとか、雪でね潰されても壊れることはない。うん、まあ、パンクすることはあるかもしれないですけど、僕これもう5年以上使ってるので、まあそういうことは今まで一度もないですよと。はい、でなおかつここのフレーム、このポールごとに交換が一応できるみたいです。あ、そうなんですね。多分そういう、もう英語だったからなんかできるんだぞっていう感じので、撤収もねエアーバーって抜いたらもうスーッと10秒ぐらいで縮んじゃうので、すごくね、もうこれからもしサイドオーニング買おうとしている方はもう間違いなくエアーにした方がいいよという感じですね。はいはい、で中に入ります。はい、中もね玄関みたいな感じで、これはね違うとこ開けちゃいましたあるあるですね。あるあるですね。網戸やないかいってことになっちゃう、ね、はい、こんな感じです。はい、失礼します。で中もねかなりね、広いです。ここがここまで多分3メーターぐらいあるんじゃないのかな。ここまで2メーターで、このちょっとね出窓みたいなところを入れると3メーターぐらい。はい、はい、でこのタイヤの下のところも全部スカートがついてて、まあ、ペグまだ打ってないんですけど、はい、まあ、後ろからのね風も入らないように、なっているという感じです。はい、でちょっと僕たちね仕事をおろそかにしちゃったんですけど、これカーテンで全部の窓にねカーテンが、ついております。はい、はい、なんでプライベートも確保できるよと、はい、いう感じですね。まあ、上もこうさっきのチューブついてるんで、もう完全連結、完全に連結をされております。ここから漏れることはないんですね。漏れることはないです。ただねちょっとねシーリングとシール、シーム、防水テープのところとかがやっぱり処理がね日本のテントメーカーと違って、
あの雑といえば雑かなというところで、すっごい雨が降るとあのシームのところからねポタポタ垂れてくるけど、まあ、そんなに気にすることはないかなという感じです。本当にね、はい、中広々です。広いですね、うん、本当もう1台分キャンピングトレーラーがあるんじゃないかぐらい、広いですね。うん、はい、こんなところキャンをサイドオーニングテントって中、うん、で、あ、そうだ、あとね、まあ今冬だからねこう締め切ってるんですけど、夏はねこれ全部こう開いちゃってこんな感じで全部こうね、うん、開いてオーニング本当にねタープみたいな感じに使うこともできます。はい、っていうことでね、本当にね、あのこうくるくる回してついてるオーニングも僕持ってるんですけど、実際はもうこれを使うことがめちゃくちゃ多い。はい、よね。確かに、うん、もう本当に使いすぎてボロボロでいつ加水分解してもおかしくない状態になってますもうそろそろ ね買ってもまあ20万弱ぐらいなんで、まあ5年使って、まあ ね、たくさん使ったからまあ元は取ってるし、はい、まあ、新しいの買おうかなとは思ってるんですけれども、まあ、どうでもいい話かこれはい、こんな感じです。なかなかねいいんじゃないですか。はい、この結構広く見えるよね。で、あと照明とかはついてないんですけど、ここにねいろいろフックみたいのがついてるんですよ。こういうところに丸いのが、そうで、そこに僕はですねスノーピークのホオズキを2個か3つつけてあげれば、まあ十分明るく食卓というか、まあご飯をね囲んだりすることができますので、ホオズキはおすすめかなと思います。それもね概要欄に貼っておきますので、もしよかったら、見てください。ということで、サイドオーニングテントを持たなければいけない3つの理由といたしまして、はい、まず1つ目はですね、はい、天候に誤時です。誤時です。天候にね左右されない、雨が降ってても雪でも、まあ、アウトドアのスペースを確保して楽しむことができる、はい、これでかいよね。でかいと思う。やっぱ普通のタープとかだったらね横風とかね吹き込んできてとかっていうことが、うん、あるけど、まあ、そういうことがないと。まあ、それに付随して2つ目の理由が、中にあの暖房器具、まあ、だるまストーブだったり、まあ、ブルーヒーター、電源あるところだったらブルーヒーターみたいなのを入れれば、まあ、中でねもう本当に暖かく夜でもずっと、まあ、宴ができますよということが2つ目、はい、そして3つ目はやはりリビングが大きくなることによって、まあ、空間をね、大きく使うことができるなと思います。まあ、キャンピングトレーラーって本当にあの冬だったり雨だったりするとずっとキャンピングトレーラーの中にっていうことになっちゃうと思うんですけれども、せっかくねアウトドアに来ているんですから、まあアウトドアやりたいなって言った時にこのサイドオーニングテントがあると、まあテントの中ではありますがアウトドアのね、アウトドアのね、アウトドアにやってるぞ感は出るんじゃないのかなと思いました。はい、ということでサイドオーニングテント持たなければいけない3つの理由ですね、お伝えすることができたんじゃないのかなと思いますので、気になる方はですねぜひあの概要欄からサイドオーニングに対してのいろいろな、ね、項目僕入れておきますので、見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。インスタグラムチャンネル登録そして高評価、ぜひねよろしくお願いいたします。そして今ね僕たちが作っておりますビアゲンビレッジ、ホームページはありますのでまだオープンはしてないんですけども、もしよかったら、覗きに来ていただけたら嬉しいかなと思います。今ねブリュアリーも作ろうと思ってキャンピングカー専用のキャンプ場に、ビール工場を作るということもやっておりますのでね、来年今年か今年の年末ぐらいになっちゃうのかもしれないですけど、ビール工場も、オープンしていきたいなと思います。はい、ということで次の動画でお会いいたしましょう。それではありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。